そのためにニコが生贄になって、どうしてですか？それは…先輩…でも…それでみんな助かるなら…いえ、伝わってますよ。もう、先輩ったら冗談なのに。でも、ちょっと感動しちゃいました。ダメですよね。ニコ、間違ってました。見識が狭かったというか。先輩、ニコの冗談に、いっぱい真面目に考えてくれて。ありがとうございました。ニコ、もうちょっと考えてみます。リジさんの言うこと、嘘かもしれないですし。もしかしたら、犠牲とか何もなく使えるかもしれないですし。もっとちゃんと向き合わないとって思いました。だから、明日からは、同好会行きますね。はい！もしもし？いい？計画は一時中止。わからない。けれど、別の思惑に巻き込まれている気がするの。それがわかるまでは。みかげくん、もう閉めるところでした。本当ですか？よかったです。ありがとうございます。
なの構いません。戻ってきてくれるのなら、それで。草壁先生が、7年前の儀式の経験者だったんですね。前のことはメンバーも含めて全て秘密にされていました。仕方ありません。しかし7年前の儀式の失敗、事故、少し気になることがあって、私の方でも少し調べてみます。何かあれば、また草壁先生に聞いてみていただけますか。お休みしててすいません。ニコ、先輩の言葉で目が覚めました。なんでもしますよ。お手伝いでも、調べ物でも、探偵でも。乙女さん、来てくださってありがとうございます。やだな、そんなに改まらないでくださいよ。ニコは星渡り同好会の一員ですよ。当然ですよ。そうだぜ。はい、まだ人は少ないですが。大丈夫です。ミカデ先輩、ちゃんとニコとお話ししてくれました。そんな風に一人ずつちゃんと話したら分かってくれます。また、この場所にみんなで集まれます。はい、そうですね。なんだか、同好会結成時を思い出します。そうですか。私と曽根原くんだけだったんですよ。はい、その後すぐに香坂先輩が入ってきて、香坂先輩とは生徒会で一緒だったので、その時に私たちの間に干渉が起こったんです。その後、私は原因不明の睡魔に悩まされるようになって、はい、何か病気じゃないかと保健室の先生にも心配されて、そんな時理事に呼び出されて、これがマカだと知って、それで同好会を結成することになったんです。変です。すっかり忘れていましたが、私は曽根原くんとの接触で干渉が起きて、その後入ったんですよね。最初ちょっとぶつかった後に大きな静電気みたいになってびっくりしました。
でしたね。